2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せだぜ。しかも、本編後の雑談では朝までに、起きた重要な米経済イベントを、できるだけ取り上げるわ。韓国経済を中心に、主要な金融ニュースも、理解できる。これはお得だよな。一挙両得ね。だから、応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。対中輸出、韓国製品はなぜ中国で人気がなくなったのか。サムスン、スマホ爆発で信頼低下も。アメリカが韓国の電池素材に、関税。では、記事のツッコミを読むわよ。対中輸出、昨日、韓国輸出の終焉というものを、解説したわけだが、今回はその補足の動画となる。昨日の動画は主に韓国の、最大貿易赤字国となった中国において、韓国メディアの分析だった。だが、輸出というのは買う相手がいてこそ成り立つ。では、中国メディアは現在の、韓国製品をどう見ているのか。それが今回のメインとなる。なかなか興味深い視点が、いろいろ出てくるので必見の、内容となっている。タイトルからして、韓国製品はなぜ中国で人気がなくなったのかという直球で、語られている。こちらは中国の技術力が、韓国の技術力に追いついたという指摘したわけだが、中国メディアの記事を読むと、他にも代償、様々な理由があるようだ。しかも、サムスンのスマホ爆発が未だに、影響しているそうだ。最初に記事を少し引用しておこうか。関市はこの他、韓国ブランドの中国市場における価格設定は高すぎる傾向にあり、価格に敏感な中国の、消費者のニーズに合致していない。多くの韓国ブランドは中国市場での差別化がうまくいっていないなどと指摘した上で、一部の韓国製品の品質問題も消費者の懸念を呼んでいると説明。サムスンのスマートフォンで爆発や自然発火が相次いだことも、中国人の韓国ブランドへの信頼低下につながったと見ている。韓国ブランドの価格設定が高すぎる。差別化がうまくいってない。さらに韓国製品の品質問題と、サムスンのスマホの爆発や、自然発火が相次いだ。でも、サムスンスマホは、爆発事故から数年経過してから、中国以外では割と売れているんだよな。それなのに中国人は買ってくれないという指摘については少々腑に落ちないが、サムスンのスマホより、中国製のスマホが安価で、品質が良かったこともあるだろうな。スパイチップさえなければ、ファーウェイのスマホが優秀だったことはこちらも、認めざるを得ない。しかし、スパイチップが埋め込まれている以上、中国製のスマホを買うのは論外だからな。やはり、価格と品質の問題が、大きい気がするな。中国人が一番、韓流ファンが多いらしいのに、ブランドがないってどういうことですか？といったところで記事の要点を整理していく。前半は韓国製品はなぜ中国で人気がなくなったのか。後半はアメリカが韓国の電池素材に関税を課した。後半の内容を読めばアメリカって全然甘くないことがわかるだろう。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、今日も任せておけ。記事の要点。1、記事は、最近韓国の対中貿易が、31年ぶりに赤字に、転落かという、ニュースが大きな注目を、集めたと説明。自動車から化粧品に、至るまで。韓国製品の中国市場での、不調ぶりは顕著であり、韓国、朝鮮日報が、中国市場に捨てられ、韓国は過去の記憶にと報じたほか、韓国日報は韓国製品のシェア低下を米国が中国人の愛国心をかき立てたためと
報じたことを紹介した。2、その上で、韓国貿易協会上海代表所の報告書でもこうした傾向が顕著に現れているとし、同所が中国の消費者を対象に行った調査で、韓国製品のイメージについて、肯定的と回答した消費者は 54.5% で、コロナ禍初期の20年より5ポイント減少する一方、否定的との回答は 10% で、6.6 ポイント増加したことを挙げた。3、具体的に、ヒュンダイ自動車は16年に、中国での販売台数は180万台に達し、市場シェアは 10% 前後になったが、17年には78万5000台と、半分以下に。21年は35万2000台、22年は25万4000台となり、シェアも 1% にまで縮小した。化粧品でも、アモーレパシフィックや LG 生活健康といった、韓国ブランドの中国市場での売上高が減少傾向にあるという。4、しかし現在は状況が変わったとし、中国市場での韓国製品のパフォーマンスは、政治的関係、消費者の思考、国内競争、経済環境、文化的要因など様々な要素が影響する。韓国メディアが報じたように米中対立による中国人の愛国感情の高まりは、確かに米国の同盟国である韓国の製品への購買意欲低下に影響を与えた。また、中国製品が品質や価格において国際ブランドと遜色がなくなったことで、消費者に選択の幅ができたことも関係しているとの見方を示した。5、一方、韓国対外経済政策研究院北京代表所のイ・サンフン代表は、米中対立の影響は確かにあるが、短期的なものだろうとし、中国市場では現在も、米国のテスラの自動車や、アップルの iPhone の人気は相当高い。結局のところ人々が、消費を行う際には、商品の価格と品質、いわゆるコストパフォーマンスや、ブランド価値が重要なのだと、指摘。中国の科学技術と、イノベーション能力が向上したことにより、鉄鋼、機械、電子などの、分野の中間材が韓国製品から国産品に代替されるようになったことも関連があるとした。6、また、半導体は韓国の対中輸出の主力製品であり、対中輸出の約 30% を占めている。しかし、台湾から中国大陸への半導体輸出が急速に増加しており、韓国製品のシェア低下に一定の影響を及ぼしているとも付け加えた。7、米商務省が最近、韓国のアルミ箔メーカー6社に対する制裁措置を下したことが確認された。韓国企業が中国製アルミ箔を迂回輸出したことが理由だ。アルミ箔は電池の正極材として使われる素材だ。米国が脱中国サプライチェーン構築を迫る中、今回の措置は中国製の中間材を輸入を、それを加工して、米国に輸出する方式で、制裁を避けようとする韓国の産業界に、警告を発したと受け止められている。8、今回の制裁は中国製中間材を、韓国で単純加工して米国に、迂回輸出する場合、不利益を与えるというメッセージであり、韓国電池業界は確実な、脱中国サプライチェーンを構築しなければならない負担を抱えることになった。米商務省は2018年、中国製アルミ箔に反ダンピング、相殺関税を課し、中国製品の輸入は減ったが、一方で韓国製の輸入が増えた。これに関連し、米国は同じ期間に、中国製品の韓国への輸出が増えたとし、昨年7月に調査に着手した。韓国のアルミ箔メーカーは最終決定まで中国とは技術面で異なると説明する一方、中国以外からアルミ箔を輸入することも検討する構えだ。以上の8つだ。霊夢。
要点は以上だ。続きをどうぞ。はい。どんどん読んでいくわ。7と8が面白すぎますよね。視聴者さんがコメントで。韓国が中国に迂回輸出するとか、述べていたが、それをやればどうなるかを米国は容赦なしに、潰してくると。韓国産業界は米国を、相当、舐めていたようだな。では、順番に見ていこうか。まず1だが、こちらも何度も取り上げたが、韓国の対中貿易赤字が、31年ぶりに。赤字転落というのは衝撃的なことだ。今年はまだ4月だが、2023年の韓国経済で、トップニュースになるレベルである。これによって全ての韓国輸出は今までと、比べ物にならないほど苦戦する。中国が儲かってくれない。今までどれだけ韓国は中国に、儲けさせてもらっていたかを、考えれば、韓国経済に与えるインパクトは計り知れない。まさに未曾有の危機だ。昨日、中央日報の記事を取り上げたが、韓国は貿易の多様化と、多角化を目指せとか、のんきなことを述べていた。中国市場を失い、貿易赤字が万年、続く状況なんて、デフォルトより立ちが悪いことを、気づいてない。それだけ韓国にとって中国市場というものはなくてはならないものだった。それなのにユン政権はアメリカに、追随して中国政府や、中国人を自然と怒らせていた。中国政府は韓国についてそこまで、何かしてないが、内心、心よく思ってはいないだろう。韓国日報は韓国製品へのシェア低下を米国が中国人の愛国心をかき立てたためと。これは違うだろうな。だって中国では iPhone やテスラの車も割と人気だものな。そういえば、ふと思い出したが、実は韓国人と中国人は年々仲が悪くなっているという好感度調査があった。つまり、中国人は韓国人が嫌いになってるのだ。このあたりも韓国製品を買わなくなったことに影響しているかもしれないな。2については韓国製品のイメージについて肯定的と回答した消費者は 54.5% と前回より下がっていると、だんだんと韓国製品が人気なくなってるのは数値の低下でもわかると。それで3が具体例だ。ヒュンダイ自動車のシェアは 1% 台と。あと、化粧品も売上高が減っていると。そして4は様々な事象が影響していると。気になるのは中国人の愛国感情の高まりだな。中国人って愛国なのか？共産党の独裁体制を敷かれてる現状で本音なんて出てこないだろう。ああ、そうか。中国メディアの記事だったか。また、中国製品が品質や価格において、国際ブランドと遜色がなくなったことで、消費者に選択の幅ができたことも関係していると。これは技術力が追いついたと同じような話だ。それでもでは結局、米国製でも売れるものは売れる。韓国製品が売れないのは、ブランド価値が低下しているからと。そして、最後にやはり、中国の技術が韓国に追いついたからと。中国の科学技術とイノベーション能力が向上したことにより、鉄鋼、機械、電子などの分野の中間材が、韓国製品から国産品に代替されるようになった。これが非常に大事だよな。もう、韓国の中間材がいらないと、中国は国産化できてると。でも、韓国にはまだ中国が遠く及ばない半導体があるじゃないか。しかし、残念でした。これも何度も指摘した通り、台湾から中国大陸への半導体輸出が急速に増加している。つまり、韓国製の半導体を中国は買ってくれない。たとえ、リオープニングが進んでもだ。では、ネットの意見でも見ておこうか。マリサ、ネットのツッコミを読んで。わかった。一気に読んでいくぜ。1、問題が韓国特有なんだよな。日本に絡めるなよ。
オール、インスタチャイナと産業構造が、丸かぶりで貿易収支が、やばい。少子化を出すまでもなく、内需や市場がないから完全に、外需頼み。顕著な与体質で資産の、蓄積が全くない。パリパリ体質で産業構造に、広さも深さもない。2、爆発の件もあるけど、同スペックならアスースとか、シャオミアイの方が安いもん。ギャラクシーの6割くらいの、値段だし。3、チャイナも共産リスクと、基礎研究部分以外は追いついてきてるから。組み立て品に限ればもうコリアの製品を、買う理由がない。4、韓国程度にできることは中国でもできる、という意識が広がっただけだろ。評価通りだよ。5、こういう記事に限って日本の2の字も出てこない。以上の5つだ。まあ、ネットの意見を軽く拾っても、似たような感想だよな。霊夢、引用は以上だ。お疲れ様。ゆっくりしてて。日本が出てこないのはレコードチャイナの記事だからだ。では、後半の内容に入ろう。どうやら、韓国企業が中国製アルミ箔を、迂回輸出したことが米国にバレて、アルミ箔メーカー6社に、対する制裁措置を、下したと。重要なのは、今回の措置は中国製の、中間材を輸入を、それを加工して米国に輸出する方式で、制裁を避けようとする韓国の産業界に、警告を発した。つまり、アメリカは迂回輸出なんてこの先、したらこうなりますよと。中国製の中間材なんて、二度と使うなよと警告したわけだ。あと、気になるのはここだ。韓国から輸入されたアルミ箔の、量に応じ、反ダンピング、総裁関税に、備えた現金の預け入れも、命じた。現金預け入れは電池メーカーの、LG エナジーソリューション、SK オンが対象で、計60億ウォン規模の、預け入れが必要になると見られる。先に金を預けておけと。ダンピングしたら没収なと。そして、蜂が笑える。中国製中間材を、韓国で単純加工して米国に、迂回輸出する場合、不利益を与えるというメッセージであり、韓国電池業界は確実な脱中国サプライチェーンを、構築しなければならない負担を、抱えることになった。なんで韓国さんは迂回輸出なら許してくれるとか、思い込んでるんですか？本当、バカなんですかね。制裁されないと抜け穴を、使って儲けを企むという。アメリカは中国製を、原料から完全に排除しようと、動いているのがこれでよくわかるだろう。韓国さんは中国から原料を、輸入して、韓国で加工したらバレないとか、思っていたら大甘だ。貿易というのは記録が残るからな。記録に残らない。闇市で扱うには規模が大きすぎるからな。どのみちアメリカはお見通しだと思うが。ニュースは以上ね。霊夢、朝の金融ニュースを始めようぜ。そうね。今回も色々と興味深いことになってるわ。まず、米雇用動態調査。JOLTS、2月の求人件数ね。まあ、これはそのままの意味だよな。特に用語解説はないわ。それで、2月の求人件数は993万件に減少したわ。1000万件を割れたのは2021年5月以来。市場予想の中央値は1050万件。すべてのエコノミストの予想より低いそうよ。エコノミストが全員、外したのか。そうなるわね。これを受けてダウは 33,402.38、マイナス198ドルで取引を終えたわ。ただ、ダウは今まで1000ドル以上も上げたので、利確の動きが出やすいタイミングだったわ。それで、これはどう見ればいいんだ？1月の求人件数も、1082万件から、1056万件に下方修正されたわ。つまり、2ヶ月で130万件求人が減ったことになるわね。単純に求人が減ったってことは、労働市場の需要が減って、
利上げをする必要がなくなったと。でも、それは米国の景気が急速に減少した可能性もあるわ。なるほど。昨日のイズム製造業景況感指数も、全部、50を、下回っていたよな。ええ、そうよ。つまり、景気が悪くなっていると考えている製造業が多い。さらに求人件数も減っていると。利上げが遠のいたのは良かったが、景気悪くなるのは困るよな。求人件数後の動きを日経新聞から振り返るわよ。JOLTS の発表後に米長期金利の指標である10年債利回りは 0.1% 余り水準を切り下げ、3.3% 台前半に低下する場面があった。長期金利の急低下を受けて、年後半に米景気が後退局面に陥るリスクが意識されたとの声もあった。サウジアラビアなど一部産油国が2日に実施破産を決め、米原油先物相場が続伸したのも、景気の重荷として嫌気された。景気のキャタピラーや化学のダウなど景気敏感株が全般に下げた。米長期金利の低下を受け、JP モルガン、チェイスなどの金融株も売られた。一方、ヘルスケア関連など業績が景気に左右されにくいディフェンシブ株の一角は上昇した。ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は続落し、前日比 63.126 ポイント安の 12,126.327 速報値で終えた。引用は以上ね。景気敏感株が全般に売られたってことは、この先、景気が悪くなると見ているってことだな。ええ、二つの統計は景気悪化を示唆しているから、普通の動きだわ。それで、専門家はどう見ているのかを引用しておくわ。ブルームバーグエコノミクスの、エコノミスト、スチュアート、ポール氏は、労働力の需要は供給に、近づいており、紛れもない労働市場の、冷却が示された。緩みの大半は求人の減少によるもので、これで FOMC は賃金物価スパイラルの可能性をさほど懸念せずに済むはずだと述べたわ。FOMC はこのレシオを注視しており、失業を急増させることなく、労働市場引いてはインフレを抑制することができる根拠に、求人件数の高止まりを挙げている。賃金物価スパイラルの可能性ってなんだ？これは、コスト、プッシュ、インフレのことね。これは韓国経済でも、何回か取り上げてきたけど、生産コストの上昇により起こるインフレのことを言うわ。証券用語集解説によれば、具体的には、原材料や資源価格の上昇による資源インフレ、賃金の高騰による賃金インフレなどがある。いわゆる供給サイドの要因によるインフレであり、輸入物価の上昇などその原因が自国に収まらない場合は対策が比較的難しいとされる。それに対して好景気により物がよく売れることで需要が供給を超え、物の値段が上がる需要サイドの要因によって生じるインフレはディマンドプルインフレと呼ばれる。アメリカの場合、人手不足、賃金上昇によって起こるコスト、プッシュインフレだったわけね。そのため、賃金を上げるんだけど、賃金を上げたら物価も上がっていたわけよ。物価が上がれば、賃金上げないと労働者は苦しくなるわね。これが、賃金物価スパイラルということね。でも、今回で求人が減ってるので、賃金上昇はそこまで考える必要はなくなったと。ただ、ブルームバーグの記者は、しかし賃金圧力の緩和につながるには、特にサービスセクターにおいてさらなる進展が必要とされるとあるわ。この段階では手放しで喜ぶのは難しいようね。そして、原油価格も81ドルを一時的につけたわね。原油価格はさらに高騰か。それで、他に主要なニュースは？そうね。フィンランドが NATO に正式加盟したわね。軍事的中立を捨てて、NATO に加盟。
これで31番目の加盟国となったわ。ただ、スウェーデンの加盟についてはトルコと、ハンガリーが反対していて、まだ進んでないわ。ヨーロッパの勢力図がどんどん変わっているのか。フィンランドはロシアとおよそ1300キロにわたって、国境を接してるわ。世界地図を見るとフィンランドはモスクワにかなり近いところにあるわ。ロシアにとってはフィンランドの動きを警戒しないといけなくなったので軍事上はかなり厳しいわね。NATO との戦いになれば、北西からフィンランドがロシアに侵攻してくるってことか。フィンランドはかなりロシアにとって脅威になり得るわ。北方の一国が NATO 加盟。ウクライナ戦争を仕掛けて、ロシアは自ら墓穴を掘ったと。核で世界中の国家を脅迫した以上はこうなるのは見えていたわ。世の中、平和が一番だと誰もがそう思っても、そうはならないんだな。残念ながら、平和は次の戦争の準備期間でしか過ぎないわ。平和を維持するには巨大な力を持つしかないのよ。自国になければ、NATO などの軍事組織に加わることが重要よ。金融ニュースは経済の動向を追うわ。でも、動向はこれからの米中対立、ロシアとの確執に直結するわ。そして、経済の動きこそ、相手の出方を伺う絶好の試金石よ。朝も金融ニュースで全て補完はできないけど、触りぐらいは触れていくわよ。といったところで今回は終わろうかしら。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。